こんにちは、バディ有明インドアテニススクールコーチ宇佐美です。今日は、ブロックボレーの練習をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ブロックボレーですね、まあ、球が速いボールが来ると皆さんやっぱりちょっと怖がってしまうのがあると思いますので、まあ、それをちょっとなくして、まあ、イメージをなくしてもらいたいかなっていうところがあると思うので、ちょっとやり方を頑張って説明をしていきます。はい、やっていきます。まずちょっとできるだけ足は、広げてもらって、あとお尻を、落とすイメージですね。で、ラケットは、まあ、自然な形でこう構えてもらうのが一番ベストです。でこの中で、できるだけ腰がこう引けて、まあ、逃げないというところで、できるだけ自分の足から前に、まあ、体ごと後ろから押されてるってイメージです。で手は、この感覚のイメージで動かせると一番いいです。これを手のアクションが大きくなると、こういう動きが大きくなってどんどんこう引こうとするので、体も引こうとしないで、できるだけこの形で前に前にっていう、こうイメージが持てるとやりやすいと思いますので、ぜひやってみてください。では実際やっていきますので、よろしくお願いします。